一二三四バンドック、ハイパーシュールだな。ソロベース EX です。まあよくわからんけど一番高いやつです、バンドック。ああいいですね。もう結構でかい。そうだね。そうだ。うん。まあこうやってちょっと出し合ってしますね。あ、しまってよ、あれ。よっしゃ。よっしゃ。よし、ちゃんとポリコットンですね。さあ、ますね。インナーテント、フライシート、メインポール、サブポール。メインポールってのは、中のポールだったかな。で、サブポールは外のポールね。跳ね上げるやつ。やっぱ単純かな。うん。エンドキャップもやっぱついてるみたいですね。もうやってるんだ。これは多分メッシュかな。インナーメッシュ。これさ、なんかさ、こう畳み方とかしまい方とか覚えとかんとさ、あらにそういうやつ大変なんだよな。さて、バンドックのケグのあれはいかにね、なかなかいいやつではないな、これは。アルミかな。アルミがね。おー、ナイスー。あ、ナイスー。ナイスナイスー。あ、ゲミーか。横だよ、横。うわ、こっちが前。あ、こうですね。あ、でかいっすね。さて、今、折っていくかな。ああ。これってさ、最初これ、この輪っかを使っていいのかな。で、こんな感じ。こんな感じない。ニコニコってある。短い方だよ。短いの？メインが。メイン短いかな？うん。あとは。入りません。踏んじゃっていい？いいよ。どうも。ああ。うわぁ。うわぁ、うわぁ。入った、入った。よし、痛い。これ。で、チャックを開いてください。はい。はい、じゃあ、チャックできて、ここに置いてください、ポール。ポールを貼って、ポールを貼った面に入れて、ここにペグ。ここ？ああ。素敵な棒がいいと。まあね、一発だったらこんなこれぐらいの。ああ。うん、で、じゃあこっちも同じように。で、これは反対側にやる。
これだ。ここはピンとな、交互にできないね。だいたいリック。よし。で、まっすぐにしたで。まっすぐにしたで。だいたいって。左右と同じように貼るように大体でいいかもしれない。パンパンにしなくてポンこっちやって、すぐになってる今。斜めってるなら直しちゃってる、ね。これ？ポール。斜めってる。ポールが垂直とかになってればいい。斜めってる。あ、斜めってる。まっすぐにし。はいはいはい。そうか。うん。
大体で取るよ。取りつつ、もう行こうか、うん、ただ後ろが適当に最初打ったんで、ああここね、ああ引っ張りつつ、あと、広げるやつ前やる？今持ってる？あれ1本しかないよ。まあ、ぶっちゃけ紐は後で買い出してくるもんね。あ、紐あった、紐あった。どこだ、どこだ。あった。今かし、長さが紐広すぎた。どっちかがどっちかだ。お父さんは一人でこれやってんだからね。まあ、これはサルキャンここだ、ここ、これ。これで巻いて。あ、こうやって巻いて。これで、そうか。うん。こうか。あ、はい。あ、いいですね。巻いて。どうすか？ああ、本当にあったかいんじゃないな。
る。謎の通知と。俺も思ったら大きいな。通知と。はあ。なんかここ、ここ広げて巻きつけ入れる人いるけど。これはやるのがいいな。ここのダブルジッパーだから。ここから通したらまあ明るいな。あ、ダブルジッパーいいね。ああ。全然違う。中華のやつと違う。あ、そう。YTTかな。